おお、何何何、なんか始まった。わお、はい、どうもこんにちは、アキです。今回はですね、この GTA 4のニコ編とジョニー編が終了したということで、ついにね、一番最後の番外編であるザ・バラッド・オブ・ゲイ・トニーというね、このゲームをやっていきたいと思います。ルイス・ロペスというね、男の人が主人公ということで、これね、まさかのジョニー編みたいな感じになってるんですけど、これバグなんで、気にしないでください。ということで、早速スタートしていきましょうか。ほい、いや楽しみやな。なんか結構ね、ニコ編とジョニー編って暗い展開がすごい多かったんですけど、この今回のね、ルイス編はすごい明るいというか、はっちゃけた展開が多いみたいで、かっこいいな。なんか金色の銃みたいなの持っとったやん。I love LC、 リバティシティのことが。おいな、俺はガンクラブのメンバーなんだ。おい、名前はルイスだ。お、これは出たー。これニコが銀行強盗してる時やん。これニコたちがね、このミッションが正直一番難しかった。やべえ、懐かしい。 PE4 の設置完了、起爆は60秒後。出た出た、聞いてくれ、ここにいる俺と。うわ、出たこの銃ね。そうや、そういえばこいつやったわ。そう、これでここでね、口喧嘩を始めると。まあ、こいつのせいで死んだんですけどね、この口喧嘩をふっかけてきて。マイケルやったかな。黙ってやるよ。あー、だだだ、うわー、畜生、動くなと言っただろう。これ本編とさ、だいぶ顔変わってる。あ、やっぱマイケルやった。マイケルが死んだ。ルイスめっちゃかっこよなってるやん、顔。なんかモブ感がなくなってる。うわ、え、こっからどうなったんやろ。ルイスは、ニコたちはね、こっから無理やり逃げ出したんですけど、何も知らないよ。そうですか、もし何か気づいたことがあれば。あ、 FBI かなんかに、なんか捜査というか尋問受けてんねんな。目の前で捨てるっていう、この人もなかなかあれですね、気合い入ってますね。ヨウさん、おお、音楽かっこいい。これまたほんまになんかはっちゃけてる感じよな。これやっぱグラフィックモッド入れてるからめっちゃ見やすいよな。ヨウ、トニー、俺だ。銀行でトラブルがあった。俺は関係ない、違うよ。お、ニコや、ニコや。いや、こういうとこがあるから最高なんよな、ヘリア。そういえばジョニー編のね、オープニングでもニコが、お、ジョニーや。やべえ、こういうのマジであれよ、燃えるわ。もしもし、いや、母さん、調子はどうだい。ほう、クラブの仕事で遅くなった。めっちゃあのお姉さんに見とれてるやんか。いいピアスやな、かっこいい。うるさい、誰だ。俺だと。そうかい。調子はどうだ。これがトニーか。これゲイトニーですね。ニコ編とね、ジョニー編にも出てた。トニーがおそらくクラブのオーナーなんかな。自堕落なゲイども、自分もゲイなんじゃん。
なんかトニーの顔もなんかちゃんと変わってるわ、本編と違ってなんかきっちりデザインされてる。それが俺の仕事さ、ボス。もしこのボディーガード兼ビジネスパートナーを辞めることになったら人生カウンセラーに転職すればいい。あ、なるほど、そういう立ち位置なんや。ルイスはあんたのことは好きだが笑われるからゲイクラブのドアマンはもうやりたくないってさ。ドアマンをやってんのかな、ルイスは。デッシー、クロエ・パーカーと遊んでた。なんてことだ、45の私が17のガキとラリってるところを見られたなんて。事実なんかい、くん？バギーなんてこの人、男の人やろ。銀行の金なんていらんよ。これ誰や、イタリア野郎、男はお断りだからな。ラテン野郎に罵られるのは嫌いじゃないぜ。タコス野郎、ロペスって言うからやっぱラテン系なんやな。南米のね、ラテン野郎もイタリア野郎もホモ野郎もない。ヴィンスとロッコ、グレイシーの関係者、グレイシー、わお、最低やんこいつら。まずはこれ勘弁しといてやる。お二人さん、ボコらなくて済んだ。イカれてんなほんまに。え、どうやって入ってきた。また金が消えてしまった。あのクソ野郎どもは何なんだ。アンチェロッティの構成員。あ、アンチェロッティ、昔金を借りた。なるほど、トニーはアンチェロッティに昔 金を借り取ったんや。だからちょっとなんか恩があるというか、そんな感じか。ヘラクレスに寄らなきゃならん。トニーの車に乗れ。 OK、 よし、トニーをヘラクレスまでお送れ。そういえばね、今回はあのラジオの音楽をこうオンにしてるんで、ちょっとたまにラジオ音楽が流れると思うんですけど、なんかね、毎回あのミッションクリアのね音がなかったと。僕はあのジョニー編とあのニコ編ね、どうやらラジオの音量をちゃんとオンにしたらクリアのねミュージックも流れるみたいで。というわけでやっぱね、それが好きな視聴者の方もいるということで、ラジオの音楽はオンにするんですけど、なんかね GTA4 はラジオをオフにするコマンドっていうのがあるんですよね。最近知ったんですけど、トロイ来てくれ。トロイ聞いたことあんな。余計なおしゃべりはしないよ、軍隊みたいにさ。ヘラクレスって書いてる。ここもクラブかな。とても大事な話がある。また今度な、メゾネットにいるから、トニーをメゾネット9まで送れ。メゾネット9って何や。よし、じゃあ、まあ、このナビに従おうか。クラブビジネスは衰退の、お、衰退してるんや。え、ちょっと近いな。愛想よく頼むぞルールー。どうもとよう得る。ルールーって誰。あ、ルイスのことか。いくつか電話してくる。フロア頼む。おお、あ、地下にあるんか。へえ、結構広いやん。ようこそメゾネット9。え、すげえ。なんかちょっと自然な感じがあるやん。木とかあって、彼女たちと踊って口説くことができる。彼女とのダンスが成功させればお楽しみがあるかもしれない。マジ、バーカウンターで酒を飲むことができる。会場の VIP ルームへ行けば何かできる。シャンパン、クラブから出ろ。ちょっと待って、
お、バーカウンターで酒を飲む。ちょっと飲んでみるか。やべえ、普通になんか GTA5 よりおもろそうやけどな、こういうの見ると。あ、なんかこれ地鳴りというか床が揺れてる。え、電話に出る誰？トニー。どうしたトン、お前のお友達が店の前で問題を起こしてるらしい。デッシーを助けに行ってくれ。詳しいことは聞いてないが世話してやってくれ、しっかりとな。ほう、まあ電話の操作は同じやな。すごい、めっちゃ揺れてるこれ。すごいなこれ。ちょっと待って、ここでなんか踊れんのかな。こう踊られへんのか。踊れる。ダンスの説明を読む。ちょっと待って正面玄関行かなあかんのに。なになになにこれ。あ、間違えた、殴ってもうた。危ない危ない。ちょっと待って、ダンスはまた後にしようか。やべえ、一応2回も行ってみるか、せっかくなんで。ほう、これなんか できるみたいなの言ってたよな確か。あ、これか、シャンパンゲームを始める。ちょっとこれ最後やろうか、じゃあ動画の。とりあえずね、なんかフロア、上のフロアに行かないといけないみたいなんで、誰かがトラブってるって言うとったな。お、ルイス、俺も脱落。お前ら入店させない。何してやこれ、A、このクリップボールとイヤホンのくそったれにうそれと、うそれ、うせろと言ってた。結構やっぱ厳重なんやな、ガードが。これ友達か。ダウンタウンがお前をすっかり変えてまったな。エンリケの金、俺とエンリケの金。役の倍にやってんのかこの二人は。あ、そういえば今作はあれなんかな、服装とか変えれるんかな。ジョニー編はね、服とか変えれなかったですけど、ルイス編は変えれるのか。いいボス見つけたな、偉そうなゲイ。よし、お前のクラブがくだらねえなんてことは知ってたさ、ハイツまで送ってくれるか。この2人はあれやな、これから長い間つるんでいきそうな感じやな。よし、ラジオもしっかりオフにして、なんかのスタートメニューからね、あのラジオをオフにするっていうもんがないんですよね、 GTA4 は。なんですけど、その代わりに車に乗ってる間に、方向キー下を押したら、なんとラジオをこうオフにするコマンドがあるっていうね。それをね、初めて知って感動した。バーガーショット、バイトしてんのかな。いや楽しみやな、なんかこれからこのルイスの世界で、このリバティシティでね、いろいろ暴れ回ることができると。しかも割とね、このジョニー編とニコ編ね、網羅的に結構ストーリーを理解できてると思うんで、その上でこうルイス編をプレイするとより絶対面白いと思う。 OK、 次だ。またな、お前のボスに来週の同じ時間にまた行くと言っていてくれ。じゃない、やろうと思う。よし、2人を送りましたね。自宅のアパートに行け。あ、ちゃんと自宅あるんや。ルイスの自宅はどんな感じでしょうね。ちなみにこれ多分真ん中の島よな。あ、やっぱそうや。うわ、すげえ、スタートメニューやばい。
この虹色のなんかえげつな、これめっちゃかっこいいやん。ルイズ編、ニコ編はこの右の島から始まって、ジョニー編は左と、でルイズ編は真ん中からスタートと。これはロマンがあるな。さすがロックスター分かってるわ、こういうとこね。さすが。お、近いな結構。あ、ちゃんとパーキングスペースあるやん。アパートの外にある駐車エリアに乗り物を置けば何台かの乗り物をキープすることができる。お、あ、軍人やったんルイス・ロペスって。お、綺麗、結構綺麗。ここがルイスのアパートだ。いいね、めっちゃ綺麗やん。ベッドで眠ることでゲームをセーブして時間が6時間進むと、うん、これはね従来の同じ、うん、ワードローブで衣装、あ、服変えれる。ジョニー編と違う。おう、ルルルー、かっこいい。クリアの音楽やっぱかっこいいな。スコアと二次目標が達成されたかを確認することができる。あ、ほんまや、ルイス編こんなんあるんや。 GTA5 みたいな感じやな。ちょっと細かい項目がこうあると。はあ、クリア時間、え、プレイヤーダメージ、車ダメージ、なるほど。で、終了と。トニー、ルイスか。俺だ、トーン。クラブ順調か。お前が必要なのか疑うくらい順調だ。クラブはお前なしではやっていけないよ。銀行ごとのニュース見たぞ。いろいろと宣伝するいい機会だったかもな。何言ってやがるよ、あんなので宣伝する必要なんてない。そうか、銀行強盗で襲われたすぐ後なんか今この時点はね。服装は ここかな。着替える。おー、かっこええ、めっちゃ似合うし。ちょっと待って、この黒スーツめっちゃかっこええ。ちょっと待ってよ、あとは、あ、待って、めっちゃ多いやん服の種類。レパートリー半端ない。このレインコートみたいな、やば。あ、これ戻ってくると、ちょっと待って、これかっこよすぎやわ。ちょ、これにしてみようかな。うわ、かっけえ、マジで。これめっちゃかっこいいやん、これ。うわ。これ決まってますよね。さすがやわ。ラテン系もね、結構筋肉、筋骨隆々な人多いんで、こういうのが似合うんよな。よし、じゃあちょっと、クラブ最後、ちょっと遊んでみましょうかね。はい、ちょっとね、日中に、クラブに遊びに行こうと思ったんですけども、ちょっとクラブの場所が全然わからなくてですね、なんでちょっと夜にね行ってみようと思ったんですけども、なんか夜もね、なんかメゾネット9のあれがなかったんで、うん、場所がないんで、もしかしたらちょっとあれですね、ミッションクリアしていくうちに出入りできるようになるんかなとちょっと思いましたね。で、ママの家とかいうのがね、母親の家かっていうのが追加されて、ここも多分ミッションなんかな、これもちょっとわからないですけど、これまた次回行ってみたいと思います。で、トニーのミッションですね。ちょっと日中にね、トニーからメッセージが来たんで読んでみたいと思います。助けが必要なんだと。ほう、営業時間ないならメゾネットで、それ以外なら私の家で会おう。あ、なるほど。だからここ今多分営業時間ないやから、これが今メゾネット9っていうことか。多分そういうことやな。でも多分な、入られへんのじゃないかな、多分ですけどね。一回ちょっと行ってみましょうか、メゾネット9、行き先マーカーね。 OK、 入れたらいいんですけどね。よし、ワイルドやなこのタクシーも。すげえすげえすげえ。おお、リアルやな。やばいやばい、ちゃんとダメージ食らうっていう。で、ここかメゾネット9。オッケーオッケー、はい、来た来た。トゥトゥントゥトゥントゥントゥン、やべえ、わお、
セクシーなお姉ちゃんたちが踊ってますね。すごい、このクラブの中歩いてるとちょっとルイスもね、なんかノリノリになってますね。この歩き方変わってる。ほらほらほら、首動かして。このスーツかっこよすぎないの？よし、ダンスしようか今度こそ。説明、音楽に合わせて動かして、あ、 L と R スティックか。ホールドと表示された時、一方向に倒したままにすればダンスゲージが溜まっていく。ほう、ホールド中に LT と RT を音楽に合わせて押せばダンスゲージがさらに溜まっていく。結構情報量多いな。あ、あれあんな感じか。左下に映ってるあんな感じか。ほうほうほう。失敗せずにダンスゲージをいっぱいに溜めると特別なグループダンスに移行すると。へえ、やってみようか早速。で、こんな感じか。こんな感じ。ホールドで、こうか。はい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 。あ、結構一気に溜まっていくな。今ね、あの L スティックと R スティックを適当に押してます。おお、何何、なんか始まった。わお、ちょっと待って、なんかちょっと過激な感じになってる。だんだんホールド、はいはいはい。ホールドの時はスティックを動かしたらあかんと。こんな感じね。よう分かってへんけど、あ、ホールド、ホールドの時が一番ゲージ溜めやすいよな。ボーナスタイムみたいな。あ、もうちょっと溜まる。ホールド、はいはいはい。あ、溜まった。これ溜まったやろ。お、なんか近乗ってる。おお、キスした。チューしてもうだ。わーお、ケツ触ってるし。え、どうなんのこれ。え、ん、どこ。おマジ、これ大丈夫かな、これ、これバーンされへんかな。ちょっと何言ってるか分からんかったけど、グッと言うとったからなんかよかったやな。あ、リリーやって。え、あの女の子の連絡先ゲットした。わーお、リリー、リリー、ちょっと急に電話しよう。今会ったばっかりやのに。はい、みんな、私はここにいません。メッセージをどうぞ。これなんかデートに誘えるんかな、これ。やべえ、これめっちゃおもろいやん。あ、これ女子メンちゃうもん、これもしかして。結構綺麗やな、なんかクラブのトイレ。まあ、ちょっと汚くデザインしたらあかんのか。へえ、ん、あ、ウーマンの W か。これ男子弁か。あ、なんかおる、男の人が。え、ここもさ便座しかないの、これ。なんか入られへん。あ、パンパンやん。こっちは、あ、便器しかないですね、男子弁やのに。よし、じゃあ最後この2階のシャンパンゲームみたいなやってみましょうか。みんなノリノリやな、ほんまに。なんかニコ編とかあれと全然ちゃうわ。なんか来た、なんか来た。始まるや否や、なんか来た。え、ボトルを上下で、これか。おら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 振り方がなんか小さくてシュールなよ。おら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 、いくぞ、おら、わーお、ぶち上がってるね。え、で、これをどうすんの。おお、すげえすげえ。シャンパンスプレーを動かすやって。うわ、すげえ。おもろ。え、待って、なにこれ、なにこれ。え、スピードに合わせて飲む。あ、こういうこと、こういうことか。L、R、 うわうわうわ、大丈夫かこれ。
僕結構お酒弱いんでね、こんなんもう見るだけで酔っ払ってまいそうやけど。うわ、なんかこぼれてる、こぼれてるけど。おいおい、すげえこれなんか GTA4 じゃないみたい、盛り上がり方が。もっと遅く回せ。あいつもめっちゃこぼれてるけど。お見事、ボトルを飲み干した。めっちゃ出てる。口からめっちゃ出てる。うそ、めっちゃ酔っ払ってるやん。ジャンプとかできひんやん。ちょっとまずまず。おお、めっちゃおもろいやん。なるほど、こんな感じでクラブではっちゃけることもできると。面白いな。でこっちもあると。フラフラやけど、ちょっと階段登れるかこれ。ちょっと待って、登られへんやん階段。ええ、マジで階段登られへんで。階段登られへんけど、外出れないよ。あ、これちょっと気合で登れるか。そうそう、頑張れ頑張れ。そうそう、ちょっとムーンウォークでもいいから。頑張れルイス、お前ならできる。あ、ちょっと酔いが覚めた。で外に出る。あれどこ、外、こっち。あ、ちゃう。あ、すごいロッカールームみたいなのある。これはスタッフオンリーか。すーげえ、マジですごい。めっちゃおもろいなこれ、ルイス編。あ、こっからか。オッケーオッケー。なんか武器持ってんのかな。あ、持ってる持ってる、武器持ってるやん。これはどういう武器やろ。ちょっと待って、撃ってみたい。おい、あ、これはこれも新しいピストルかなこれ。いや多分そうやな、ニコ編のやつはちょっとデザイン違うかったもんな。これ多分ルイス編で新しいやつや。ほら今運転席撃ち抜いたやろ絶対。 OK、 ちょっと待って、誰誰誰、お前誰だお前。 OK、 よし。というわけで、ある程度ねルイス編の世界をね楽しむことができたんで、今回はこれで終わりにしたいと思います。よし。で次回がトニーのミッションからですね。でその次にこの母親の家っていうのが気になるんで、トニーと母親の家のミッションやっていきたいと思います。はい、それをね、今回はこれで終わりにしたいと思います。またね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Yeah.